はい。どうも皆さん、こんにちは。いずこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ、4月、5月もちょいちょいお得ということで、やってきました。キャンペーンの日曜日まとめ動画ですね。今回は4月の27日から5月3日までの、今週1週間で開催される主なキャンペーンをピックアップして、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。一部のキャンペーンについては除いてますので、ご了承ください。ということで、行ってみましょう。 ということで、まずはペイペイからですね。ペイペイでは主に2つのキャンペーンが開催中です。まず1つ目は対象の飲食店で20%戻ってくるキャンペーンですね。期間は今週いっぱいの4月30日までのキャンペーンとなっています。Yahoo ミアム会員の方に関しましては25%還元となっていまして、あとお店によってはテイクアウトですとか、宅配も対象となっていますので、公式ページぜひチェックしてみてください。次に街角ペイペイ第3弾ですね。期間はこちらも今週でラストの週となりまして、4月の30日までとなっています。 キキャャッシュレー消費者還還元元事業の5の5% 5%おお店ででであればペががさらに5上乗せをしてて実質 10%, 10還元でお買いい物ができるキャンペーンとなっていまぁ、まあ、ちょっとですね、ペーペーに関してはこの2つのキャンペーンが今月、今週で終了するので、まあ、ちょっと寂しくなるなとは思いますね。次は D 払いですね。D 払いでは主に3種類のキャンペーンとなっております。まず1つ目は D 払い生活応援キャンペーン期間は6月の30日までとなっています。このキャンペーンはキャッシュレス消費者還元事業の5%のお店で あれれば D D 払いががささらに5%上乗せしてて10%の、D、ポインンント還元がされるキャンペーンとなっておりま,すまあ僕自身はちょっとしたスーパーであったりとかドラッグストアで利用したりするので、まあ、他のキャンペーンが落ち着いてるときは結構この生活応援キャンペーンを積極的に使ってるかなという感じですね次2つ目は吉野家で D 払いをしたら50%還元キャンペーンですねこのキャンペーンは D 払いのアプリ内で事前に吉野家で予約注文を行いますで D 払いで注文から決済まで ができて、あとは自分が行きたい時間に取り行くだけということですので、まだちょっと試してないっていう方はですね。トライしてみるのもありだと思います。3つ目は d 払いとコンビニのキャンペーンが新たにスタートします。このキャンペーンは d 払いを初めて使う方であれば10%還元で、これまで d 払いを利用されている方であれば5%還元となります。 なので、まあ、4月の28日からエントリーが必須で参加可能ですので、利用される方はですね、チェックしてみてください。ちなみにこちらはバナナチップスチョコを売ってるお店で有名なセブ次は D ポイントのキャンペーンですね。D ポイントでは主に2つのキャンペーンが開催中です。まず1つ目は、スカイラークグループにて、D ポイントを土日祝日であれば10倍。 平日であれば2倍の D ポイント還元キャンペーンが開催中です。こちらですね、期間は5月の6日まで開催されていますので、まあ、スカイラークグループのお店に行かれる際は D ポイントの提示忘れないようにしましょう。もちろんこちらもテイクアウトは可能です。ちなみにですね、このキャンペーンは先ほどお伝えした PayPay ペペの対象の飲食店で20%還元キャンペーンと併用も可能となっていますので、ぜひですね、合わせて使ってみるのも結構お得ですね。 次二つ目は D ポイントスーパーチャンス、隅っこ暮らしのキャンペーンですね。これまだちょっと僕動画にしてなかったんですけども、こちらは D ポイントカードを提示。 または D 払いでの支払いで1回あたり税抜き600円以上のお買い物をしたら最大で D ポイント1万ポイントもしくは住み子暮らしの限定グッズが抽選で30万名様に当たるキャンペーンですね。これがですね、期間が大きく3つに分かれていまして今は1期目が開催されてます。トータルで7月まであるのでとりあえずですね、まあ税抜き600円以上のお買い物をする際は D ポイントですとか D 払い加盟店での決済がチャンスがあるということで把握する とといいと思い思ますなのでまあローソンとかで使うと結構分かりやすいかと思いますね。 次は楽天ペイですね。楽天ペイでは今回こちらのキャンペーンをピックアップしてます。楽天ペイではこちらのエナジードリンクのライジンのキャンペーンですね。このエナジードリンクのライジンを楽天アプリで1回以上支払って、その後に楽天パシャという、まあ、レシートのアプリがあるんですけども、そこに購入したレシートを申請して、審査が通ればトータルで150ポイントがもらえるキャンペーンとなっています。なのでまあ楽天ユーザーかつですね、エナジードリンク好きな方はぜひチェックしてみてください。そして楽天ポイントのキャンペーンですね。 こちら吉野家でキャンペーンの期間中に、税抜き200円以上のお会計をしたら、抽選で100人に1人牛丼1杯分の387ポイントが当たるキャンペーンというのが実施中でございます。ぜひですね、吉野家利用される方は、キャンペーンのページエントリーして参加してみましょう。次は AUP ですね。AUP で大きく2つございます。まず1つ目は、生活応援企画ということで、AUP が利用可能な全加盟店舗にて、どこでもポイントが2倍のキャンペーンというのがスタートしています。通常は200円で1ポイントのところなんですけど、 今回のこのキャンペーンで200円で2ポイントとなりますこのキャンンペーンですね終了日程というのが決まってませんので使える時はですねうまく利用するしてみるのもいいと思います次にローソンローソンストア100ナチュラルローソンでは 期間中、ポイントが8倍のキャンペーンというのが開催中です。まあもちろんこれは生活応援キャンペーンと含まれるんですけども、まあ、先ほどの D 払いのコンビニでのキャンペーンと比較したら、D 払いが初めての方であれば、ローソンで D 払い決済がちょっとお得かもしれませんが、これまでですね、既存ユーザーの方であれば、ローソンは AUP 決済の方がちょっとお得かもしれないです。もちろん、まあち貯めたいポイントにはよるんですけども、そこはご自身で検討してみてください。こちらも終了日程というのは決まってないです。次に l i n e ンペイでは現在生活応援クーポンというものが出ております期限は今週いっぱいとなっておりまして4月の30日までとなっておりますこのキャンペーンはですね2つのグループから自分が欲しい100円200円オフのクーポンですとか10%オフのクーポンというのを取得することができます少、まあ、額の決済をするということであれば100円オフですとか200円オフのクーポンがおすすめですねで10%オフのクーポンであれば上限が5000円までですのでもしですね5000円にい 近いいいいいお買い物されるる方は10%オフを取得すすのもいいと思いますそして、ゆうちょペイですね。こちらも寂しくなりますね。ポプラで使える200円オフのクーポンが4月の30日までとなっていますので、ゆうちょペイ使われる方は忘れないようにしましょう。あとはカード関連のキャンペーンサクッとお伝えします。 まずは JCB カードの20%還元キャンペーンですね。こちらは JCB カード W ですとか JCB カード W プラス L を作成して、そのカードを Apple Pay ですとか Google Pay にセットした後に、クイックペイで決済したら20%分がキャッシュバックされるキャンペーンとなっています。で、去年の20%キャッシュバックキャンペーン、JCB の20%キャッシュバックキャンペーンに参加された方は対象外となっておりますのでお気をつけください。こちらは5月の31日までとなっております。次に、ミスイスミトモカードの20% 20%還元キャンペーンですねこちらもラストのシュートになりまして4月の30日までとなっておりますで上限が1万2000円なおかつカードによってはですね年会費無料そして50分の1の確率で全額タダになるタダちゃんというようなキャンペーンもありますちなみに対象の期間に申し込んだらそこからプラス2ヶ月後待つまでキャンペーンの期間となるのでもしですねまだ検討されている方はですね、まあ、4月の30日までとなっておりますのでチェックしてみてください そして3つ目はこちらの MFGK、三菱 UFJ ニコスが発行する対象のカードを発行したら20%還元のキャンペーンですね。期間は6月の30日まででして、こちらはですね、上限は1万円までとなっております。あとは一部年会費無料のビアソカードなどもあるので、そういった年会費をかけたくないという方はそちらもチェックしてみてください。以上がカード関連のキャンペーンについてでした。最後、日程のまとめですね。今赤くなっているところが今週で終わるキャンペーンとなっております。上からペイ ペイペイの対象の飲食店20%還元キャンペーンこれが4月の30日までで街角ペイペイに関しては4月の30日までそして下の方下がっていただきまして l i n e イの生活応援クーポンなどに関しては4月の30日までそしてみんな大好きユーチ t ペイとポプラのクーポンに関しても4月の30日まで,であとは三井住友カードの20%還元キャンペーンこれはの申し込みは4月の30日までとなっておりますのでお忘れないようにお願いしますそして青くなっているところに関しては今週からスタートするキャンペーンですね 4月の28日から D 払いでコンビニの還元キャンペーンですね5%から10%のキャンペーンが始まるのでもしコンビニに利用される方は D 払いをチェックするのもいいと思います。 まあそんなこんなで今回は4月の27日から5月3日までの今週1週間で開催されるキャンペーンについて簡単ではありましたけどもまとめさせていただきましたまあ、ちょっと先ほどもお伝えしたんですけども5月に関しては本当にね4月のキャンペーンが終わってから5月に関してはぐっとキャンペーンが少なくなるのでまたね今週で新たにキャンペーンが発表されればいいんですけどもそれがなくなればかなりかなりキャンペーンこれまで以上になくなるので本当にね今後は1% いいいかかかにににおおお得得使えるっっててううののををでですすね皆さんんとと一緒にそのお得ゲームを楽しこな思ります今お伝えした公式のキャンペーンのリンクに関しましては、下の概要欄に貼っていますので、ぜひ詳細気になる方はチェックしてみてくださいということで、また月曜日からも頑張っていきましょう本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました はい、ということでですね、まあ、次回予告ということで、まあ、僕のツイッター見られた方であればもうすでに見たと思うんですけども、やっと僕の手元にですね、あの Visa l i n e p e c r e d カードが届きました。まあ本当にね、このカードについてお伝えしたことはちょくちょくあるんですけども、これはまた明日、間に合えば明日の動画、そうじゃなかったらまた違う機会にはするとは思うんですけども、なんとこのカードに関することをですね、お伝えをしていこうかなと思いますので、ぜひ楽しみに待っていただければなと思います。 ということでありがとうございました